原爆が投下された11時2分、黙祷を捧げて風通しの作業に入りました。去年7月末までに亡くなった長崎の被爆者、被爆体験者の名簿と、広島で被爆し、長崎での奉納を希望した名簿1冊を合わせた19万2399人分の名簿196冊と、名前がわからない犠牲者のための白紙の1冊、一枚一枚をめくり風を通します。私の祖母も原爆の被爆者名簿に載ってまして、安らかな気持ちでお眠りいただけたらという思うのと、一人一人のお名前が風に当たるように丁寧にめくりました。来月からはこの1年間で亡くなった人の名前が綴られ、8月9日の平和記念式典で奉安されることになっています。